この列車は19時28分発途中、福間駅まで回復運転いたします。区間快速小倉駅です。発車まで2分ほどお待ちください。区間快速小倉駅です。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。途中、福間駅まで回復運転でします。区間快速の小倉駅です。お客様にお願いいたします。優先付近では、これの時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の車ではマナーモードに設定するので、通話はご遠慮ください。この列車には各車に優先席を設けております。優先席に通するお客様には、席を希望する対象にご協力をお願いいたします。また、雑居の荷物は荷物などには膝の上に置いていただくなど、注意のご配慮をお願いします。次は吉野海道。
ただいま吉塚です。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。千早に行きます。降り口は右側です。リアクターと足元にご注意ください。室内にお忘れ物ございませんようご注意ください。千早を出ますと次は加子に停まります。
ただいま千早です。閉まるドアにご注意ください。次は下肢に止まります。次の橋から乗り換えのご案内いたします。橋線通列車の運行が19時59分ホーム変わりまして、3番乗り場普通列車の最強の駅は19時45分ホーム変わりまして4番乗り場へお越しください。まもなく橋に着きます。乗り口は左側です。開くのと足元にご注意ください。歌詞を出ますと次は復興台前に止まります。カシーです。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。次は復興台前に停まります。
乗り換えのご案内をします。新宮中央獅子部方面普通列車の乗り換えは19時50分向かい側1番乗り場にお知らせ。まもなく復興台前に着きます。降り口は左側です。2番乗り場に着きます。予約の後は足元にご注意ください。復興台前に出ますと次に後半に止まります。ただいま復興台前です。区間快速国内系まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。ご乗車になります。まもなく5番に着きます。降り口は右側です。1番乗り場に着きます。予約の後足元にご注意ください。
次の小金の特急列車の通過をお待ちします。到着後、発車まで4分ほどお待ちください。小川を出ますと、次は福間に停まります。ただいま小川です。特急列車の通過をお知らせします。発車までしばらくお待ちください。区間快速小倉駅です。まもなく発車します。しまる側にご注意ください。次は福間に停まります。
次の福間に停まります。福間です。普通列車の小倉駅です。まもなく発車します。閉まる側にご注意ください。
してルートになっています。入り口は左側です。皆様の足元にお注意ください。まもなく東横浜に行っています。外側にご注意ください。まもなく東郷に着きます。降り口は左側です。開くのとは正面にご注意ください。東郷に着きます。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。東郷です。閉まるのにご注意ください。
ご乗車のです。この先に落下が続きます。折り口は右側です。ゲートドアと足元にご注意ください。まもなく赤座に着きます。車内に忘れ物ございませんでご注意ください。閉まるのにご注意ください。教育の範囲で閉まる側にご注意ください。
ただいま、恵比寿です。絞る側にご注意ください。
左側です。左側は場所を取り続けてください。東部側に行きます。大宮川です。閉まる側にご注意ください。ただいま水巻きです。閉まるドアにご注意ください。
次の売り場から乗り換えのご案内いたします。向こう行きまして普通列車の大型行きは20時30分ホーム変わりまして7番乗り場若松線普通列車の若松駅は20時36分ホーム変わりまして6番乗り場へお越しください。まもなく降りようにつきます。降り口は右側です。5番乗り場につきます。帰宅の後足元にご注意ください。まもなく降りようにつきます。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。ただいま降りようです。ショルダーにご注意ください。右側です。開くドアと足元にご注意ください。まもなく G の丸に着きます。ご注意ください。
黒崎です。次の黒崎から乗り換えのご案内いたします。小倉から日本を誘ります特急ソニック53号大分駅は20時37分降りたホーム2番乗り場でお待ちください。まもなく黒崎に着きます。降り口は右側です。2番乗り場に着きます。離脱の後は足元にご注意ください。黒崎に着きます。ただいま黒崎です。閉まる側にご注意ください。降り口は右側です。リラックスの足元にご注意ください。八幡に着きます。
ただいま八幡です。閉まるドアにご注意ください。スペースワードにつきます。スペースワードです。特急列車の通過を待ちします。発車まで4分から5分ほどお待ちください。
普通列車の国内駅です。お待たせしました。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。エナビツです。閉まるドアにご注意ください。足元にご注意ください。まもなく小畑に着きます。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。
ただいま戸畑です。閉まるドアにご注意ください。次は九州工大前です。ただいま九州工大前です。閉まるドアにご注意ください。四国らから乗り換えのご案内をします。一方方面、上部神田方面普通列車の新電波行きは20時55分、本部へ参りましてその後は一方方面普通列車の香川北方行きは21時1分、本部へ参りまして1番乗り場でございます。まもなく四国らにつきます。
出口は右側です。お案内板になります。皆さんもご心配にご注意ください。四国に着きます。ただいま西小倉です。まもなく発車します。閉まる側にご注意ください。終点の小倉に着きます。降り口は右側です。6番乗り場に着きます。皆様はご足並みご注意ください。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。終点小倉に着きます。